はい、こんにちは。いやー、皆さんね、ゴールデンウィークですよ、ゴールデンウィーク。ゴールデンウィークといえばね、レモン栽培とね、ライムの栽培。いろいろね、こう手がかけられる時期ですんで、その辺ね、今日お話ししたいと思いますんで、よろしかったらご覧ください。ね、ゴールデンウィークね、あの気候がね、本当に急に暖かくなってきましたよね。それで、この暖かくなってきたところで、こちらね、ライム、あのね、先日ちょっとお送りしたライムなんですけども、あのつぼみがたくさんついてたじゃないですか。海進自然系ですごくいいよってことでつぼみがたくさんついた。それね、あの人工授粉ね、耳かきのね、あの綿の方でね、ちょっとね、人工授粉したらね、ほとんど約9割方ね、結実しましたね。これはすごいってことでぐらいでね、これをね、ちょっとね、もうね、室内管理じゃなくてね、表の方で徐々に管理していこうと思ってるんですが、まず表で管理していくのにあたってね、こう実がどんどん大きくなりますよね。で、実が大きくなるにつれてなんですけども、これ今鉢が、ね、根詰まり状態なんですね。で、根詰まりしてて、非常にこうパンパンな状態じゃないですか。パンパンな状態だったので、非常にこう花のつきが良かったっていう感じですね。なぜならば、皆さんによくお話ししてますけれども、こう、鉢が、この木に対してね、やたら大きいと、栄養成長したんですね。木もね、大きくなろうとしちゃうんですよ。ところが、これはね、鉢がね、こうギューッと詰まってくると、ああこれじゃ子孫残さなくちゃってことでね、木の方がね、こう慌てて判断して、生殖成長の方に切り替わっていくんですね。で、その生殖成長をうまく引き出してあげることによって、このたくさんの花がつきね、実がつく。ですけど、この今根詰まりの状態、どういうふうに解消したらいいのかって部分ですよね。やっぱり根詰まりをしたまんま、これをどんどん成長させようとすると、水が不足してきて、この夏、暑い時期になるとね、この実がね、セリ落下でどんどん落ちてしまうんですね。で、ある程度の数、まあ、適化、要は、重なってね、たくさんあるところはね、大きな実を残して、小さい実を落としていくね、重なり合ってるところは、まあ、一つの枝にせいぜい多くても二つ程度までに、減らしていきたいっていう部分があるんで、その適化、適化をしてあげなくちゃならない。で、適化をするにしても、やはり水不足ではダメですね。それで、この今、根詰まりを解消しようっていうふうにちょっと考えてるんですが、これ、ね、いきなり、今の状態、まだ安定しない状態でね、いじってしまうとね、実を落としかねない。ですから、もう少しだけ、実が大きくなってね、ちょっと安定してきたなと思ったら、ちょっと植え替えをしてしまおうと思うんですね。で、今、こちらの、鉢に入っている部分が、これ6号ですね、6号。6号鉢。で、6号っていうと、この不織布のね、サイズで言うとね、2ガロンですね。これがちょうど2ガロンが、6号サイズぐらいですね。で、これですと、やはりパンパンの状態でこちらに移しても、まあ、根詰まりの解消まで行くか行かないかですよね。極端なし、これを抜いてみて、その根の状態がどういう状態か見て、ね、あまりこう根がね、周りにびっしり張っている状態になったら土が固まってしまったっていう部分であれば、こちらの2ガロンの方に植えようと思うんですが、根がびっしりと鉢の周りに巻いてしまっている場合にはね、少し余裕を持ってね、3ガロンのね、こちらの8号サイズのものに、行こうと思うんですけども、ちょっと8号サイズだとね、いきなりこう2号サイズアップになってしまうので大きいんですね。で、できる限りなんですけども、こう実が、つき始めたんであれば、こうね、栄養もどんどん吸い上げてくれるのでいいんですけれども、この冬場の間、要は室内管理をしている間にいきなりこうね、3月になりましたってことでね、ポーンと大きな鉢に植えてしまうと、大体枯れさせちゃうんですね。なぜならばね、いきなり大きな鉢に入れることによってね、根腐れを起こさせるってことが多々あるんですね。
でやはり実がなってきて皆さんがあの水やりをし始めるときに、まあ、どん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 実がついたからって嬉しくてどん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 水あげるじゃないですか。これが逆効果なんです。やはり、基本ね、この鉢の上の部分がしっかり乾いてきたらば水をたっぷりあげる、ね、表面が乾いたら水をたっぷりあげるっていうのを基本として、やはりね、こう水やりはしてほしいんですね。まあ夏になると1日1回の水やりは必須になってくると思うんですけども、これも朝昼の水やりは非常に危険ですね。朝昼の水やりは危険。なぜならばこう夏に向かってね、どん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 暑くなってくる。まあ先日もね、夏ではないんですけどもね、30度近く、気温上がったじゃないですか。ああいう時に、木の上から朝ね、木の上から水をまいたりね、日中木の上から水をまいたりすると、そのついた水玉ね、水玉がこうレンズの現象を起こしてね、葉焼けを起こしたりするんですよ。ですから非常にこれ気をつけなしならない部分なんですけども、できる限り夕方から、夜にかけて水をね、たっぷりあげる方がいいですね。鉢の表面乾いたなと思ったらば、夕方から夜にかけての時間帯でお水をたっぷりあげた方がいいです。こういった形でね、上手な水やりをね、していただければ、どんどんどん成長していきますね。で、これで5月に向けて、もうね、4月の後半ですよね、4月終わりますけれども、5月に向けては、今度は追肥です、追肥。5月はね、5月のね、追肥のお話またしようと思ってるんですけども、5月に入ったら追肥なので、まあ、この実が大きくなり始めたらば、発酵油かすをたくさんあげた方がいい。ってね、自分の方では思ってるんですね。やはり今までこう経験からするとね、発酵油かすをね、こうたっぷりあげた方が、有機の部分でね、こう微生物もすごく活性化してね、非常にこう実つきが良くなる、安定してくるっていう部分で、いいと思いますんでね、ぜひともね、こう実がついた人はね、発酵油かす。それで、あの枝葉がね、こうやはり伸びてきますよね。3月にね、剪定をしそびれてる方、もしくはね、剪定はしたんですけどね、こう徒長性のある枝がバーッと伸びたりする、そういう場合にはね、ある程度ね、こう切り落としてしまっていいと思うんですね。こういうふうにね、あの海進自然系でね、形がどん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 できていますとね、非常に楽しくなってくるんですけども、これね、夏に向けて日が当たってくれば、今はね、こうまだまだスカスカの状態に見えますけどもね、新芽どん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 ね、新芽が出てくるので、葉っぱの方も、どんどん出てきます。これで、ね、大体こう結実した花が安定してきて葉がたくさん出るとね、非常にこれから楽しみが増えていくということですよね。ぜひね、あの皆様もこう植え替えに対しての注意点、それとね、結実して、実がどん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 大きくなったらば、今度は、5月の追肥に対しての準備ですのでね、その辺。あと、これから暑くなっていくに対して、ね、3月にまだ植え替えを行っていないけども、どうもこう水が、詰まってしまって、なかなか下に浸透していかないなと思えば、これ根詰まりを考えられますのでね、その辺もある程度解消しておいた方がいいかもしれないですね。暑くなってからね、植え替えとかあまりやらないでくださいね。できる限り3月、4月、ね、せいぜい5月の、ね、中旬ぐらいまでにね、ある程度、済ませた方がいいですね。その他ね、あの夏を通り越してね、あの9月ぐらいでしたらね、植え替えることも可能ですからね、その辺を十分注意して、手を加えてみてください。で、レモン栽培とね、このライムの栽培に関してね、いろいろ皆さんに配信してます。で、あのショート動画をね、ご覧になった方っていうのはね、このロングの方でね、本編の方で、詳しくはお話ししますのでね、その辺、それと栽培に関してね、非常にこう分かりづらい場所がある、栽培に関してね、ちょっと分からない部分がありますよってことがね、あれば、ぜひともね、コメントの方から送ってくださればね、お返事、お話をね、しますので、ぜひとも、コメントの方から、質問してみてください。こういった形でね、今日はね、あの、レモン、およびね、ライムのね、その辺の、4月の後半から5月にかけての、まあ、追肥のお話、それとね、根詰まりをしている場合はどういうふうに解消していったらいいのか、それと水やりですね、水やりの注意点
その辺もね、合わせてお話ししましたけどもね、これから非常に楽しみの時期に入ってきますのでね、皆さんも、レモン栽培とね、ライム栽培楽しみに、楽しみながらね、やってもらうといいと思います。いや非常にねこれ多いです。ちょっとね今あの近くで、写してみせましょうか。これ見てもらってね分かると思うんですけども、ほとんどのつぼみがね、結実して、膨らみ始めてます。こういった形で、ね、前回こういろいろねつぼみのお話しましたけれども、こういった形でたくさんのつぼみがついてきて、これをね、どん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 日頃の管理の中で育てていって収穫時期になると楽しみが非常にあるということですね。決してねこう大きな鉢じゃなくてね、この6号鉢ぐらいなんですけどもね、非常にこう実がつき始めてますよね。これがね何個残せるかですよね。やはりこう鉢のね土の状態およびねこの肥料の状態、それとね、日光をね非常にこう当ててあげて、まあ光合成を上手にしていたもらえればね、どん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 実は大きくなっていくんですけども、その適化のね、個数もどの辺ぐらいまでこう絞り込もうかな、それもねいろいろ考えてますんでね。いやーこれね非常にこれたくさんのね、実が残ると非常に楽しみが増えるって形ですよね。こんな形でね、レモン栽培とね、ライム栽培、皆さんも楽しみにやってみてください。ね、趣味がないよ。趣味がないよって人はね、絶対レモン栽培楽しいです。ね、そんな形で。ね、この他にもね、ブラッドオレンジハイスクールもね、徐々にこう配信していってますのでね、その辺もぜひとも、参考に見てみてください。それでは、ね、これから春をね、どんどん出していきます。どん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 暑くなっていきます。その辺を、よく管理、大勢ね、あと虫の管理、その辺もね、十分注意しながら、栽培してみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。